クワットってちょっとハードルが高かったりする方多いと思うんですよ。今日はより多角的な刺激を与えるプラス、きつさの調整をしやすいエクササイズを紹介したいなと思います。皆さんこんにちは、大野久乃です。本日は 40-50 代の女性向けの太ももを鍛えるエクササイズについて話していきたいと思います。多分運動をあまりしたことがない、もしくは昔していたけどもう何十年もやってないって方にとって、スクワットってちょっとハードルが高かったりする方多いと思うんですよ。膝と腰に負担がかからずに下半身を鍛えることができるエクササイズ、どういうものがあるか、たくさんあって、例えばジムに行ってる方だったらマシンなんかを使うといいんですね。マシンなんかは腰や膝に負担かからないような構造になってたりしますので、そういったものを使うのも一つの手ではあります。だけどそういった道具もなしにやっていく、今日はそんなエクササイズをご紹介したいと思います。まあ正直スクワットでも全然いいんですね。スクワットで膝と腰を痛くならないようなフォームでやるっていうのもいいんですけど、今日はより多角的な刺激を与えるプラス、きつさの調整をしやすいエクササイズを紹介したいなと思います。これはですね、私のお母さんをちょっとイメージして、うちのお母さんだったらこういうエクササイズだったらできるかなと思いながら、ちょっと、教えるというか、うちのお母さん 40-50 代よりもうちょっと上なんですけども、このエクササイズやってほしいという気持ちも込めてやりたいなと思います。これの動画アップした後に LINE して、これやってねっていう風に送りたいと思います。じゃあちょっとやっていきましょう。はい、それでは始めます。これは複雑そうに見えてそんなに難しくないです。スクワットに近いんですけど、体を回転しながらやっていくサイドランジウィズツイストっていう種目です。まずですね、足をちょっと広めに開きます。柔軟性によるので、私は柔らかいよって人はちょっと広めにしてもいいです。肩幅よりも 1.5 倍ぐらいは開くようにしてください。片足ずつ行う種目で、体重を片側に乗せながら左手で膝方向に向かって伸ばしていきます。そして戻すという種目です。難しそうな気がするんですが、スクワットと違うのは上半身を回転させるってことです。上半身回転させると何がいいかっていうと、うまく膝腰の負担を逃がすことができるんですね。単一の筋肉を使うんじゃなくて、内もも、お尻、ももの裏、腹筋群といったたくさんの筋肉を使う種目です。柔軟性をアップする効果も期待できますので、ぜひやってみてください。ではやっていきます。左手で右膝を触るように回転させながら体重移動をしていきます。胸は張らないで抜いてください。むしろ腹筋スイッチでお腹の前側の筋肉を少し縮めておくようなイメージです。これをするとあまり胸張れないと思うので、ここをしっかり締めておきましょう。そのまま体重を移動させながら左手で右膝側にリーチしていきます。体重が右足に乗っていきますよね。ここで膝がガポッて開かない、内側が浮かないようにしながら、足裏は地面にずっと捉えつつリーチして戻ります。10回やってみましょうか。2、反対側の手は後ろにしていくようなイメージですね。3、上半身を回転させれば勝手に右足側に体重が移動してくると思います。4、5、余裕がある方はもうつま先触るぐらいまでしゃがんでもいいんですけど、結構多分きついと思うので、そこまでいかず膝で十分です。6、7、腰を反らさないように8、9、ラスト10。はい、 OK です。うまくできたら右内ももが効いてるはずです。多分なかなか難しくて、僕の勘だと内もも使えてる人半分ぐらいじゃないかなと思います。もしかしたらこのももの前ばかりきついって方もいらっしゃると思うんですけど、その場合多分回転ができてないですね。回転してるつもりでこうなっちゃってますね。ただあの重心と合わずに回転しちゃってる方が多いと思うんで、リーチが大事です。手でしっかり膝狙ってください。膝を狙うとちょうどいい形で下半身と上半身の連動がうまくいきます。違う方向に手をやっちゃうと回転してるようで、実は足に対して合ってない方向に上半身が動いてるんで効かないですね。膝をよく狙うようにしてください。じゃあ反対側いきましょう。今度は右手で左膝に向かって伸ばす、リーチしていきます。じゃあいきます。1、2、余裕がある方は3、つま先ぐらいまで行ってもいいです。後ろ側の足はつま先が自然に回転するようにしてください。回転しないとこの動きできませんので。6、7、8、下ろしながら結構丁寧に9、
ラスト10。はい、お疲れ様です。いかがでしょう。多分膝とか腰負担なくできたんじゃないかなと思います。これ深く下ろさなくても浅くやっても十分効くいいトレーニングです。お腹に力が入るというか、腹筋スイッチ入れたまま動かすように気をつけてみてください。これは初心者の方だったら、10回ずつ2セットぐらいやれば十分効果が期待できます。スクワットしてるとどうしても膝や腰が痛くて筋肉を使ってる感じがないっていう方は、こちらだとまず大丈夫だと思いますので、ぜひやってみてください。今日の動画はここまでとなります。面白かった、ためになったと思われる方はチャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。